ははいこんにちは今回はウエスタンアームズから2008年に発売された V10 ウルトラコンパクトご紹介させていただきたいと思います。V10 のウルトラコンパクトと言いますとですね2019年の終わりですかね丸井さんからも待望の発売ということでかなりブワッと売れてですね買い損なっているうちに私の方はスルーした形になってましたね。 そうこうしてる間にどうもあのこの辺りにクラックが入るというような話が出てその辺り丸井さんのホームページで原因の説明それと対策について書かれていたと思います、まあ、そういう情報発信は非常に良心的で,でしてね、まあ、丸井さんもですね品質管理はね業界の中で私いい方だと思いますんでたまにはそういうことあってもいいんじゃないのと。 事故がなかったりあったりしたらまずいですけれども、まあ、とりあえずトラブルの原因を究明して対策を講じるという姿勢はやっぱりご立派だと思います、まあ、その点ウェス,スタンムズさんの場合あんまりそういうことはないですね、まあ、トラブルも正直言ってそんなにないんですけれども、まあ、中にはですね、えー、全くまともに作動しなかったっていうのは過去23兆あるんですけれども、まあ、すぐ取り替えてくれたりですね渋谷に持っていくと見てくれたりするんでまあなかなか対応としては悪くはないのかなという気はしています さてこのウルトラコンパクトは、えー、ブラックモデルですねシルバーもどっかにあったと思うんですけれども、まあ、見つけ次第それもご紹介できたらなというふうに思います、まあ、V10 の場合ですね、えー、特徴的なのはですね、えー、まずこのスライド上部に開いたスリットで奥にのぞくバレルに穴がポチポチポチと5個5個で10個と まあこれはですね、えー、ここからですね、発射した時のガスが上に吹き上がることで、ですね、えー、マズルジャンプを抑えるということがあるそうですけれども、まあ、私はあの実弾でこの V10 を撃ったことがないんで、どのぐらい威力があるのかは分かりません。もちろん、エアガンの場合はですね、この奥の、えー、穴の奥のインナーバレルに穴が開いているわけではございませんので、えー、俗に言う、 ブローバッッククによるショックこれの軽減とはですね何の関係もないというふうに思います。えー、上全面から見るとこんな感じですかね。インナーバレルがもうすぐ覗いていて。でリコイルスプリングガイドは、まあ、こんな形のものがついてるわけですね。先端がこう丸まっていてですね、まあ、正直非常になんかこう。 えー、スムースさをですね追求したような形になっています、えー、とバレル先端はまあ高温バレルという形でですねここが広くなっていますからスライドが閉鎖された時には、えー、バレルとスライドがきちっと固定されるよということですねこのやっぱり穴はねセクシーだという方はやっぱりいますよねでまあエアなんですから中に稲バレル見えちゃうんですけれども 気になる方は取っ払ったらなんかいい眺めになるのかなって気はしますけれども私はもうそのままで持っております。でスライドのですねこのスリットの部分なんですけれどもなかなかしっかりと加工されててですね、えー、と樹脂だからっていうその何て言うんですかね、えー、面取りみたいになっちゃってだれたりしてるところはないですね非常に、まあ、俗に言うエッジの立った加工 後加工だと思うんですけれども、これはきちんとされていますね。非常に好感が持てます。まあ、あとはあのこのスプリングフィールドの刻印ですね。以前ちょっと別の銃でもお話ししたと思うんです。けれども、ウェストアームズさんは一時期あのここのところ何にもない。要するに刻印がスプリングフィールドの刻印が打てない時期があったはずなんですね。で、j アモリーさん。 からやっぱり権利譲られたか、まあ、あるいは別の契約をスプリングフィールド社としたのかわからないですけれども J.R. モーリーさんが市場からいなくなったなと思ったらですねウェスタームズの方にこの刻印が入るようになったとだから古いスプリングフィールド製の銃のえモデルの場合はここは何にもないフラットなものが結構多いですよねでこちら側通常のガバメントと,とで大きさなんですけれども またこのこれマグナテックなんですけどね懐かしい比べると、まあ、こんな感じですね、まあ、かなり寸詰まりっていうか、まあ、短いしまあそれとフレームの方もちょっとごめんねこんな感じでねなってますかね、まあ、こういうふうな大きさの差がありますということです でグリップはフィンガーチャネルのついたラバーグリップですんで、まあ、あのギュッと握った時にそのホールド感というのはそこそこいいですね。から作動させてみます。お<ー>セフティは、えー、スムーズと言いたいところなんですけれども。 えー、この部分で一回引っかかりますねそれからパチンっていう感じですこれよくありますね個体差だと思います馴染んでくると大丈夫っていう場合もあるんですけれども、まあ、正直言って、えー、あんまり馴染むまでガチャガチャやりたかねえなというところもありますはいでリアビューはこんな感じですねこれはあのもうバージョン3になってるやつかなと思いますんで えー、固定ホップですね取説からもあのホップの説明消えてますんでこれ固定ホップとバレルの方の刻印はこんな感じです見えますかねはいで箱はこんな箱に入ってましたこのこんだけの大きさのシールになっちゃう前のやつですね渋谷カスタムワークス V10 ウルトラコンパクトと感じになってます 値段はですね、当時2万5000円ですから今の高価格帯に比べると非常に、えー、まあ現実的ですね。特筆すべきはですね、固定ホップのくせにこの7メートルでの射撃の成績ですね実写結果ですねこのよ2009年の8月に打ってますね、私ねここら辺を狙ってここに集まっちゃってますね 7m です、7メートル。 ななかなかの成績ですねやっぱり当時ねあの固定ホップになった直後ぐらいのモデルっていうのはそこそこよく当たるのもあったと思いますよね。でこれもその一丁ですね。バレルの長さを勘案すればまあナバレルはあんまり変わらないのかなノーマルのレギュラーサイズのガバとね。であとこのやっぱりそのガツンとくるこの暴れ具合もうほんと反動すごいですよね。あんだけててるるののにこのぐらいい当たるっていうことは なななかなか、えー、優秀な銃だとと言えると思いまます重さを測りましょう結構重たいですからねこれね 784g ありますので、えー、このサイズで784つまり800近くあるとそれなりに持ちこたえというかずっしりときて楽しめるモデルですね。 まあこのウルトラコンパクトシリーズもですね、えー、その後も何度も何度もあのリメイクされています。今、ここから見て目につくのはですね、ディフェンダーとかオフィサーズとかですね、えー、とそんなのが他にもありますね。で、この私はあの小型のやっぱりガパメント好きですんでね、やっぱりこのシリーズはどん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 、まあ、我々がまだ目にしたことのない実銃にはあるけれども、あるいはまあウェスタアームズさんお得意のですね、 プロップガンをそのままモデルアップしてくれてもいいんですけれどもコンパクトサイズのガバメントこれからもどんどん出てくれると嬉しいなというふうに思いますではまた